ギリシャ・ピロスの粘土版。最も初期のラビリンスの霊迷宮とは、一般的には部屋や通路が入り組んだ迷路のような建築物や構造物のことを指すが、厳密には、クレタ型迷宮に代表されるような分岐のない秩序だった一本堂であり、迷路とは対照的な特徴を持った図形を指す。この記事では、ラビリンスの和訳としての迷宮について解説する。 クノッソスの迷宮図メディアを再生するフランクフルトアム・マインボルンハイムの聖十字架教会でのリンブルク教区のクリスチャンメディテーションとスピリチュアリティのためのセンターで2500の燃えるティーライトで作られたクレタスタイルのアドベントラビリンスギリシア神話ではミーノ・タウロスが閉じ込められた場所とされているクレタ島のクノッソスの迷宮が世界最古のものと思われるこの迷宮の紋章である 両刃の斧が、ラビリンスの語源となったとする説がある。迷宮の設計図は、クノッソスの貨幣の遺装にもなったが、実は分岐のないごく単純な迷路であった。古代エジプトには、紀元前2000年頃に作られた、エジプトのラビリンスと呼ばれる迷宮の伝説がある。大プリニウスは、エジプトのラビリンスを手本にして、クノッソスの迷宮は作られたと推測し、ヘロドトスは、実際に、 エジプトのラビリンスに赴いたときに見た内部の状況を記録している。エジプトのラビリンスはローマ軍によって破壊され遺跡の上に町が作られたとされているが正確な場所は不明である。ファイユームにあるアメイエムハト3世のピラミッドに隣接する神殿をエジプトのラビリンスの一部と考える学者も多い。外部への開口部からゴールへと至る工事によって形成される円形もしくは 国系の幾何学図形群が迷宮と呼ばれている。対して、迷路は途中に現れる分岐や袋工事を克服して、ゴールに至る遊戯性の強い構造を持つ図形となっており、迷路と迷宮は曖昧に区別されて使われているが、本質的に別物である。ヘルマン・カーンは古典的な迷宮の特徴を以下のように列挙している。このように本来の迷宮の構造は秩序だったもので、 あり、古典的な迷宮図像には迷う要素はない。ローマ帝国時代から迷宮と迷路を混同するような文献が数多く見られ、紀元前1世紀から1世紀頃に迷宮が迷路的なイメージとして定着されたと考えられている。新石器時代から世界の各地で迷宮図形は描かれており、クレタ型迷宮は古典的迷宮の特徴を兼ね揃えた代表的なものである。 迷路研究を表したカールケレーニーによれば、迷宮図形は螺旋模様が発展したものであり、螺旋や迷宮図形は地下世界の地図であり、死の象徴であるといい、古代人にとって迷宮に入ることは死を意味し、迷宮から出ることは転生を意味するという。古代から現代に至るまで、迷宮は様々な場面で実用的に用いられた。古代、エジプトなどの防御施設では、 中央部に接近するためには一本堂の工事を折り返してたどらなければならない構造が施されているものがあり、防衛用途としての迷宮構造と考えられている。また、イギリスでは、墓所やグラストンベリー等のような巡礼地の入り口の前に迷宮を設け、入場希望者に工事をたどらせることで入場者数を制限していた。迷宮は魔除けにも利用されていた。 古代の中国では、悪魔は直線にしか飛べないと考えられており、外から入る悪魔を妨害するために、住居や都市の構造に迷宮が用いられた。ヨーロッパでは、牛舎の入り口や指輪、紋章などに、迷宮図形そのものを魔除けとして施していた。紀元前400年の迷宮の描かれたクノッソスの銀カラビリンスは、クレタ島のクノッソス宮殿に関連する前、 ギリシャ文明起源の言葉である。この語はユディア語のラブリスと深く関連しており、クノッソス遺跡では、両馬斧のモチーフが見られることから、元のラビリンスは、クレタ島のロイヤルミノア宮殿であると指摘されている。しかし、クレタ島の他の宮殿でも、同じシンボルが発見されたため、この指摘は、クノッソス遺跡だけにとどまらない可能性がある。ラブリスはおそらく、アナトリア半島から来た。 宗教用語で、両馬斧のシンボルは新石器時代のチャタルヒューク遺跡で発見されている。トルコのカリアにあるラブラウンダ聖域では、両馬斧はアラシカミゼウスラブラウンドースに関連付けされている。しかし、ラブリュスはミノア語ではなく、リュディア語から来ており、ラビリンスとラブリュスとの関連は推測のままである。また、クレタ以外の場所で迷宮ではない石像建築を、 ラバンソスと称した妖霊が見つかっており、ラビリンスの語源をラブルスに求める説は学術的には疑問視されている。紀元前5世紀から3世紀にかけてクノッソスの貨幣にラビリンスのシンボルが刻まれた。この期間の主なラビリンスの形式は7つの同心円と呼ばれる単純な形式であり、時間の経過とともに円形化し各形化にかかわらず独特な迷路に ラビリンスという語が使われるようになった。ノートルダム大聖堂の迷宮ズシャルトル大聖堂の床迷宮がキリスト教に授与された最古の例としてアルジェリアのエルアスナムにある4世紀に作られたレパラトゥス教会のバシリカの床に描かれたクレタ型迷宮が挙げられる。キリスト教教会の迷宮は時代を下るにつれてクレタ型が廃れ、より キリスト教的シンボリズムや宇宙観に調和した迷宮が現れるようになる。12世紀から14世紀にかけて、フランス北部のシャルトル大聖堂、ノートルダム大聖堂、ノートルダム大聖堂などのゴシック建築式の教会の床に大型の迷宮が描かれるようになった。ゴシック機には迷宮の持つ生成は失われ始め、分岐や袋工事といった迷路の性格を持った。 迷宮も現れるようになった。18世紀後期以降の書物では、エルサレムへの道を示すなどと紹介されているが、現在に至っては、初期のキリスト教徒が何の目的で床に迷宮を描いたのかは不明である。イギリスにおいては、大聖堂には芝の迷宮が作られ、アルクバラやサフランウェルデンなどに見られる。これらは、啓示を受けるためであると考えられている。 ウェールズやスカンジナビアの沿岸部では500を超える境界とは関係ない迷宮が作成された。これらの資材は芝生や海岸の岩で作られており、シンプルな構造で作られている。英語ではこれらの迷宮をトロイタウンと呼ぶ。漁業関係者が作ったものと考えられるが、作成理由がわからないものも多い。ありがとうございます。